タンタンです。こちら今日は、クラシックギターですね、ホセラミレスの 3E になりますね。こちら、2001年製です。もう15年ぐらいになってる楽器ですけども、非常にこう見て分かる通りかなり綺麗な状態かなと思います。ボディもそんなに大きな傷もないですし、ネック裏とかも全然問題ないですね。はい。シダートップにローズのサイドバックになっているので、まあ、音の出は、ね、すごくいいですし、今弾いててすごく気持ちいいですね。音がスパッと出てくるん で楽器、ね、全体にこう、まあ、状態綺麗な状態です。ネックの方も全然問題なくて、まあ、よく見ると気持ち順ぞりぐらいのネックの状態かなというところですね。弦高そのものも、まあ、そんなに高くないんで結構弾きやすいかなと思いますね。今の状態で6弦側でだいたい 3.2 ぐらいですね。1弦側で 2.56 ぐらいですか。なんで、まあ、クラシックとしてはそんなに高いという感じでもなく、結構抑えやすく弾きやすいかなと思います。まあ、ホセラミレス自体はね、非常にやっぱり有名なブランドですし、かなりいろんな機種今出してますけれども、この 3E っていうモデル、スタジオっていうシリーズだったと思うんですけども、今はねちょっとラインナップが変わってディスコンになって、今度と同じようなものっていうのはなくなってしまってるんですけれども、まあオールタン版でね、こういうしっかりとした作りのクラシックギターで、しかもまあラミレスの中ではやっぱりそんなに高くはないラインナップなので、まあクラシック本格的にやるっていう方はもちろんそうですけども、ちょっとねナイロン弦の普段はね他のエレキとかアコースティックとか弾いてても、ちょっとナイロン弦の音が欲しいなとか、そういう感じ、もしくはこういったタイプのナイロン弦の楽器をねやってみたいなという方にはすごくいい楽器だと思いますね。音がちゃんと出てクオリティがすごくしっかりしてるんですけれども、まあそこまでの値段ではないという感じで、非常におすすめできる一本かなと思います。ね、十何年経ってるのには本当に綺麗で、多少はありますけど、まあピックウェアとかがね、クラシックのギターだと今指で弾くんでそんなにつかないですから、その辺もあって状態は非常に綺麗なのかなという感じはします。もちろんフレットも全然問題ないですし、ネックの状態も問題ないですし、まあペグとかもね、もちろん使うのに全く問題ない状況になってますんで、このまますぐにこう使って楽しめるかなと思います。こちらホセラミレスの 3E 2001年製ですね。ぜひぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。それではタンタンでした。